どうぞ。インスタントだけど。あ、すみません。ごめんなさいね。いろいろと面倒をかけてしまって。疲れた？ちょっとだけ。でも平気です。捜査に協力してくれて本当にありがとう。あなたからの情報は今後の活動で大切に使わせていただきます。もちろん、秘密は厳守の上で。はい。よろしくお願いします。お前な、いくらなんでも非常識だぞ。こういうのは手続きを踏んで、こちらの都合を聞いてから。無茶を言ってるのは重々承知しています。そこを曲げて、なんとか。お願いします、相馬さん。たく、今度おごれよ。とんでもねえやつと関わっちまったもんで。レイナさん、いきなりで本当に申し訳ないと思ってる。でもあなたの協力が必要なの。この薬の正体を私は何としてでも突き止めたい。もうこれ以上の被害者を出さないためにも、よろしくお願いします。刑事さん、わかりました。何ができるか分かりませんが、お願いします。ありがとう。じゃあレイナさん、半年前、ひなみ沢のゴミ山にいたあなたを見ていたのが、私だとは全く気づいていなかった、と？はい。確かに以前、工事現場の跡地で遊んでいる時に、通りがかった誰かが私を見ている、って感じたことは何度かあります。だけどそれをはっきり見て誰かなって確かめたことはほとんどないし、話もしなかった人の顔なんてよく覚えていません。まあそれもそうよね。じゃあこの人は？あなたに1ヶ月ほど前に接触した刑事なんだけど。うん、
すみません。覚えていません。だけど、こんな刑事さんに話しかけられたことは、多分、なかったと思います。そう。この刑事は、あなたに渚さんが死んだことを話したって、私には言ってたのよ。でも、実際はそうじゃなかった。はい、渚ちゃんのこと本当に知りませんでした。私垣内に行ったのもこの前が初めてなんです。まして半年前電話ボックスで刑事さんを襲ったなんて絶対に違います。私じゃありません。あれって、本当に私、首を絞められたの？そういえば、そうか。ただ、あの時。わかった。信じるわ、あなたのこと。ごめんなさい、いろいろと疑ったりして。おまけにいきなりカウンセリングを受けろだなんて頼んだりして嫌な思いをさせてしまったこと、本当に申し訳ありません。あ、いえ、そんな。
そうだ。あの人は、私たちに謝らなかった。でも、怒る資格は私にはない。自分もこうなりたい。ありがとうございます、刑事さん。それから何？終わらせないでください。このまま他の誰かが私と同じ間違いを起こさないよう終わらせないでください。お願いします。ええ、約束する。誓うわ、レイナさん。いえ、レナさん。リュウグウ・レナ。素敵な名前だと思うわ。これからは私もそう呼ばせてもらいたい。構わないかしら？はい。来てよかった。診察室内は禁煙だからな。検煙科の前だが失礼するよ。いえ、お構いなく。どうですか、彼女の症状は。症候状態には違いなさそうだな。以前に処方された薬がよほど体に適合していたらしい。普通の専門医なら問題なしで様子見の診断を下しているところだ。普通ならですか？いわゆる潜在的なトラウマってやつだな。過去に起こした事件の記憶が本人の心に相当の重圧をかけているのか。無意識のうちに現実逃避的な思考と言動を選ぶ傾向にある。慎重に確かめなければ前向きで楽観的な性格ゆえんと誤解されかねないところだ。現実逃避？ああ、内心では疑っているのに強がってそう信じようとする。例えばこうであってもらいたいという願望や理想が絶対だと決めつけてかかるって感じにな。それに彼女の腕にごく薄くだが切り傷の跡が残っていた。聞いてみたところ、どうやら過去には自傷行為もやっていたらしい。自傷行為ですか？
自分の血管の中に白い虫のようなものがたくさん這いずり回っていて、皮膚の内側から食い破らんばかりに暴れ回っている。それを外に出すために刃物で傷を作って、悪く濁った血ごと外に出そうとしたと。それにしても虫？実際そんな妄想と言っていいのかは分かりませんが、血管の中に虫が湧いているような感覚になることって本当にあるのですか？虫というのとはちょっと違うが、血管の中に何かがいるように感じることは不安神経症患者の症例にもある。ストレスから触覚神経が過敏、あるいは異常に電気信号を脳に伝えて脈動を本来以上の振動として感じさせるといった具合にな。それを思考の混乱から虫が湧いて出てくるなどと錯覚させて、視覚神経系にありもしない現像を投影することは別に不思議な夢物語でもない。そしてそういうホラー映画か何かを本人が以前に見たという経験があれば、可能性はさらに大きくなる。記憶と視覚イメージの混乱ですか？そういうことだ。これは例えばなんですが、服用中あるいは効用が切れたことでそういった自傷行為を誘発するような薬って実際に存在するものなんでしょうか？あるな。あ、自殺は自己顕示の欲求から起きる行動だなんて話を以前したことがあったよな。ええ、伺いました。精神にストレスを抱えている人は自らの体を傷つけ、時には命さえも壊すことで不安定な自我の存在を確かめる行動に出る場合があると。対人関係や仕事、勉強などでうまくいかない理由を自らのせいと思う気持ち、いわゆる劣等感などから生じた内圧感情、それが自身への視覚的な懲戒へと駆り立てるという話でしたよね。そうだ。ただその精神状態が深刻な場合には、そこから思考がさらに進むこともある。いわゆる自己の他者化とでも言えばいいのかな。自分を他人とみなすですか？言い換えれば変身願望かな。自分の劣っているところ、嫌いなところを他人のものとして自分自身から切り離し、存在を否定してしまうのさ。そして本人は自分が理想に描く人物像を脳内に作り上げる。概してそれは責任感が強い性格のやつほど陥りやすい。それが自殺に至る心理メカニズムですか？ならばそういった心理に追い立てる薬があると？
そうだな。例えば抗興奮系によって現実と妄想の認識を混乱させる。そして精神伝達能力の向上によって高まった凶暴な攻撃性が思考の錯綜によって自分すらその攻撃対象とするという感じだ。だから一見理解不能とも思える異常行動は、実は新たに生まれた価値観を持った人格が自我を確立するための本能的な行動ということになるな。つまり人格の分裂。どちらかといえば空想の類だがね。例えば黒い感情によって生まれた別の思考は、本来その人物の持つそれとは違うもう一つの人格を作り出す。そして生まれた人格は自分を今の状況にした対象全てに攻撃的感情を持つようになり、さらにはその存在を否定し続けた本来の人格に対しても強い憎しみを持ち始める。その結果が錯乱した恐慌、最後は自殺だ。ありがとうございます。おかげで助かりました。これで松岡君の資料が揃えば、今後の捜査にも目処が立ってきます。松岡って岐阜県警のか？ええ、そうですけど。それが？相馬さん？そっちの資料は諦めるんだな。おそらくお前の手元には届かない。え？さっき岐阜県警から俺のところに抗議の電話があってな。松岡が俺の頼みでとある薬の分析を上層部に無断で行ったと。一体何のことだと思ったものの、確かに以前似たような依頼をかけたことがあったし、素直に頭を下げておいたが、そうか、なるほどな。どういうことですか？ここに来た時にお前が懸念していた圧力ってやつだ。お前が松岡に分析を依頼したことを誰かが岐阜県警のお偉方に内包したんだろう。バカな、そんな人私には。でもどうして松岡君は相馬さんのお名前を、私が依頼したのに。決まってるだろ、お前を守るためだ。依頼主の名を正直に話してみろ。どうなる？松岡君には申し訳ないことをしてしまいました。それに相馬さん、あなたにもご迷惑を。本気でそう思うなら真相を暴いてみせろ。
見ない警部、それ以外にお前にできることがあるか。いいか、見ない。俺たちは謝れば済む。どんなにひどくてもせいぜい3ヶ月程度、無駄遣いを控えればいいだけの話だ。だが、お前は違う。お前には義務があるんだ。それをしっかりと自覚しろ。相馬さん。絶対正義ってのは、この世に存在しない。内部に深く入り込めば入り込むほど、もろもろのしがらみやら何やらで自分の信念なんて通したくても通しきれるもんじゃなくなる。でもな、たとえ一つでも、どんなに小さくても信じたいのさ。俺たちは確かに悪と戦って正義を貫いている。そんな実感をね。おそらく松岡も同じ考えだろう。それとさっき松岡から途中までだが、薬の分析資料をファックスで受け取った。それを元にショートカットすれば、おそらく明日夕方までには報告できるだろう。あとは任せろ。はい。本当、とんでもねえやつと関わっちまったぜ。こっちが振り回すつもりだったのに、逆にその上をやってくるとはな。あ、ミナイさん、ここにいましたか。明日でもいいって言ったのに、また奥さんに恨まれるな。それで鑑定結果はどうだったんです？これよ、読んでみて。ちょっと待ってください。そんな薬を医療機関が取り扱っていたんですか？臨床試験の一環だそうだけど、夏美さんの話を聞く限り、患者の同意は得ていないわね。私も最初見た時は、正直目を疑ったわ。にしてもこの薬がそこまで危険と判断されるのは、どういった要素を含んでいるからなんですか？危険な成分が含まれていることはわかるんですが。脳や神経系には情報伝達を司るシナプス細胞ってのがあるんだけど、その能力を向上させる効果を持った成分があの薬にあったそうなの。それによって一時的に思考の情報処理速度が上がり、服用した人物の精神状態を整理させることができる。早い話が、この薬を飲むと誰でも即席の聖人君子になれるってことよ。
要するに患者の思考能力を上げて、その頭の中に溜まった悩みを一気に押し流させるということですよね。ええ、そうよ。だけど一番の問題は、この薬に抗精神伝達系の成分が多量に含まれていることなの。これのせいで、せっかく処理されたはずの精神情報が思考内に留まってしまい、理性で制御できる以上の情報量が本人の心に蓄積されてしまう。それってどういうことなんですか？人間の理性ってのは、時代劇でいうところの関所、悩みに関係するあらゆる要因をもとに構築された感情と思考が、常識や道徳に従って正しいか正しくないか、それを判断して実際に発言や行動を修正する役割を果たすのだけど、その関所で封鎖できる以上の情報量が来たらどうなる？感情に理性が打ち負かされるってことですか？乱暴な例えだけど、実際にはそういうこと。おまけに薬の組成式を見ると、抗興奮系の成分まで含まれているみたいね。これは感情の激発を鎮静化する働きがある一方、認識力に混乱が生じて妄想と現実の区別がつかなくなる副作用があるわ。なんか聞けば聞くほどにとんでもない薬ですね。善人でも悪人に変えてしまえる、まさに悪魔の薬ですか。まして安易に感情の安定を得られるってのが危険性を増しているわね。その薬を飲めば楽になれるというのは、常習へとつながる最も自然な欲求、ある意味で麻薬みたいなものだわ。その効用は強すぎるため、日本国内では確実に劇薬対象になると相馬さんは書いている。欧米では使用禁止にもなったそうね。死亡者が出て、しかも自己嫌悪から発展して自傷行為を喚起するおまけ付きか。でもこれで大体の合点がいったわ。そうだ、ひょっとしてあれも。自殺でも開始でもない、殺人だ。
どうします、ミナイさん。え？決まってるじゃないですか。ローエル社ですよ。この報告書には、この成分配置はローエル社が以前に商標登録したプラシルに告示していると書いてあります。ならば、そこに強制捜査をかければ、あるいは。それはダメ。行くにはまだ準備不足よ。それに、ゴグラの大学病院に強制捜査をかけるには、裁判所と同時に厚生省の許可も必要となる。その際に、今回の薬の情報が伝われば、麻薬取締官事務所、マトリが黙っていないわよ。下手をすれば、こっちの捜査活動に何かと横槍を入れてくるかもしれない。マトリと警察の仲の悪さは、昔から有名だものね。だったらなおさら。大事なのはこの薬が危険なことじゃない。この危険を一体誰がどうやって持ち込んだかなのよ。ローウェル社か、あるいはその関連企業が国内への持ち込みに関わっていたという有力な証拠がね。以前のローウェル事件のこと、あなたも少しは知っているでしょう。一体どうすれば？とにかく、この薬を持ち込んだ黒幕がいるはずよ。それを探し出すのが先。そのための参考人を、今捜査本部が全力を挙げて洗っているところよ。どうしたの？藤田君。まだ、俺はそのことを、信じられないんですが。でももう間違いがない。爆破？どういうこと？車に爆発物が取り付けられてたっての？いえ、鑑識の話ではどうやら燃料系にひびが入って車内にガソリンが流れ込み、揮発したそれらに警察無線の電気コードの火花が反応して爆発したと、整備不良との話でしたが。ありえない。そんなはずないわ。それで、彼は無事なの？え？花田くんよ！私、岐阜県警まで彼の運転で行ってきたのよ！彼から連絡なかったの？え、いえ。ていうか、ミナイさん、花田と一緒にいたんですか？こっちの車両管理の掲示板には、ミナイさんのお名前しか書かれてなかったんですが。他にも、リュウグウレイナの聞き込み内容の際、あの子、尾崎なぎさの死を知らなかったそうよ。それに、半年前、私が乗ってきた大石さんの車には、
一切手を触れたことがないって。それって本当なんですか？本人の言うことだから確証はない。でも今は花田くんの行方を調べましょう。捜査本部にも報告して緊急手配をかけるわ。わかりました。じゃあ早速俺、山村さんに報告を。あ、その前に藤田くん。何するんですか、みないさん。裏切りの罰よ。結構傷ついたんだからね。なんの。それは、その。でも。心配してくれて嬉しかった。それは本心。だけど、ここまで来て誰かにお任せって、性に合わないの。だから、最後まで一緒にやらせて。お願い。見ないさ。それに、私だけ安全な場所にいて、あなたに何かあったら、そっちの方が大変よ。うちの亭主を危険な目に合わせやがって、奥さん署内に殴り込んでくるかもね。悪いけど、そんな面倒見るのは私、まっぴらごめんだから。とりあえず、あとちょっと。よろしく頼むわね、藤田くん。はい。あのお姫さん、本当にやっちまったな。やってくれましたね。正直、あそこまでとは思いませんでしたよ。さすが美奈さんの娘ってのはもう死語だな。むしろ今後は美奈巴の父も刑事だったってな言い方になるんだろう。そうですね。美奈二世ではなく、初代美奈。父親は、元祖美奈というところですか。大したもんだ、本当に。警察に限らず観光庁ってのは前例主義だからな。一度こういうことがあったとなれば、今後同様のケースを発足させるのが楽になる。そうしてプロファイリング捜査の手法を現場へ浸透させていく前線基地を築くのが本来の目的だったんだが。お姫さん、前線基地どころか、そこから城内に攻め込んでしまいましたな。敵さんはよっぽど慌てているようですね。先日もあの子を警察車両ごと爆死させようとしたくらいですし。確かに
半年前の爆破事件は脅しみたいなもんだが、今回は相当マジだったな。飛ばされた車上荒らしはお気の毒ですが、それに気づかずエンジンをかける方が不用心ですね。むしろ仕掛けた本人が一番肝を冷やしたんじゃないですか。脅しのはずなのに巻き添えになってはしないかと。そうかもな。ただ数日前のあれは聞く限りやばかった。 C4 プラスチック爆弾が警察無線の電源機に巧妙に仕掛けられて、それに燃料タンクが誘爆する仕組みだ。無事に怪我もなく回避できたのは運としか言いようがない。だとしたら敵にとっては結構痛い話ですね。今頃足跡を消すために躍起になってるんじゃありませんか。その前に押さえるさ。で、秋山、公安はどこまで掴んでいたんだ。まず報告の前に、前野さん、アルファベットプロジェクトってご存知ですか？アルファベットプロジェクト？なんだ、それは。略称 AP。アトミック、バイオロジカル、ケミカルの頭文字を取った ABC でそう呼んでいるんです。次世代兵器研究会といった方がいいでしょうかね。ああ、それなら聞いたことがある。あの小泉のジジイが各所に手を回して脅した末に金をむしり取って立ち上げた時代遅れの研究会だろう。俺はな、今でもローウェル事件にはあのジジイが絡んでたと信じてる。戦後数十年の短期間で財閥並みの資産を築くなんて汚い真似をしてこなきゃ不可能だ。それに奴はもともと軍医だ。データの流出とヤバい実験に関与してたって言われても俺は全然驚かないさ。まったくです。それでも結局検察庁の特捜部も追い切れませんでしたね。死ぬ前に紫綬褒章まで下された時には何の悪い冗談だと公安一同抗議を叩きつけたくなりましたよ。ああいう輩は絶対ろくな死に方はしない。させてたまるかって思ってたのに、この前見事に天寿を全うか。神も仏もありゃしねえ。お気持ちよくわかります。まあそれはいいとして、 AP なんて要は戦争特需の旨味を忘れられない連中が、もっともらしく国防だ国益だとか言って新兵器の研究ごっこをやってるやつだろう。核なんて論外、生化学も国際条約の関係上開発なんて不可能。本気でやってるのかすら怪しいもんだ。で、それが？そこで小泉のおじい様が生前肝入りになって後押ししていた研究が、ひなみざわ症候群ってやつでしてね。その研究機関を乾村地に作って、莫大な額の出資を行っていたそうです。
ひなみ沢症候群？病気か何かか？一種の風土病と聞きました。どうやら寄生虫だかウイルスだかが脳内に入り込んで、その宿主の意識を乗っ取ってしまうなんて症状があるそうなんですよ。で、その治療薬の研究を入江機関、表向けには入江診療所で行っているんですがね、そこで使用されている薬のデータの一部がローベル社が現在開発中のプラシルの改良試薬に流用されていると。どういうことだ？いわゆるコピー薬ってことですよ。以前の薬は日本での事件があって以来、海外でもさっぱり売れなくなったらしいですからね。とはいえ、一時は精神安定薬としてそれなりのニーズがあっただけに、その改良には巨額の研究資金が投入されています。しかしそれ以上に高い効能を持った薬が現れたとなれば、話は少々変わってくる。つまりそれが製品化される前にプラシルの新型に差し替えて発表しちまえばいいってわけか。まあ、ひなみ沢症候群ってのは特殊な病気で、それ専用に作られた薬のデータをそのまま流用するわけにはいきません。ですから彼らなりに分析して成分構成を汎用性の高いものへと作り変える。そしてその試薬を国内で販売するために厚生省の認可を申請中ってわけです。しかしプラシルの悪名は国内でも根強いからな。改良版とはいえそのままの名前で売り出せるとはとても思えんぞ。ええ、一度の審査で新薬の認可が下りるってことは確かにほとんどありませんが、薬事審査会の連中も13年前のことがあってかかなり慎重みたいです。実際少し前に審査会には申請を行ったのですが、結局却下されたそうで、また臨床試験の協力を各方面の医療機関に求めているみたいなのですが、どこからも拒否されているようですよ。当然だな。死亡事故を起こしたような危険性もそうだが、収賄を疑われるのは目に見えているしな。ただ抗精神作用をもたらす薬ってのは扱いが難しいだけに確かに貴重で、成功すれば巨万の富をもたらす金の卵です。医薬目的はもちろんですが、その他にも快楽や軍事利用、使い道は数多くあり、しかも良質とくれば価格はそれこそ青天井だ。そのためにデータ集めに関しては企業側も必死で、謝礼なども含めていろいろ実弾が飛び交っています。そんな感じに出来上がった研究データは、それこそ億単位の代物です。おかげで賄賂天国か。救われん話だな。だったらそんなデータは製薬企業にとってはそれこそ垂涎物か。で、その審査を通すためにまた賄賂をばらまいているのか？いえ、逆です。全く運動していないんです。はあ？なるほど、読めたぞ。その入江機関で研究中の薬のデータを流用しコピー薬を作る。その薬を同じ病、ひなみ沢症候群を患っている患者に処方して比較試験を行う。そこで問題点を洗い出し、改良を重ねて製品化へと結びつける。そんなところか？ええ、そういうことです。 AP 内の実験ならわざわざ臨床試験の許諾を得る必要もありませんしね。ということは審査会に申請を出しているのはそのダミーってことか。ローベル社の製品に対するアレルギーはもう日本人の中に浸透していますからね。連中は日本での販売をとうに諦めている。
むしろそれならもっと膨大な人口を要する国で販売した方が効率的です。ですから日本は製品化につなげるためのただの実験所。つくづくふざけた話ですよ。その実験を AP に潜り込ませるとはな。で、その研究データを集めて横流ししているやつがいると？誰だ？ネタはまだ確定していません。ただ小泉のじいさま亡き後、 AP を仕切っているのは官房長官の奥野、そして厚生大臣の千葉です。その直下にいる入江高野とかいう研究者は風土病の解明が生きがいみたいな連中だから除外するとして、黒っぽいのは奥野か千葉、さらに言えば奥野は今度の衆議院選挙で与党が勝った場合次期幹事長の座は間違いないわけだから、前の厚生大臣様が一番臭いですね。立場的にも元医薬局の課長、そして当時同期入省だった大沼茂が逮捕されている。黒っぽいどころか真っ黒ですよ。千葉か、なるほど。何か心当たりでも？ああ、13年前のローウェル事件ってのは確かにでかい医薬スキャンダルだった。知っての通り数年にわたる捜査の末、多くの関係者連中がしょっぴかれて賄賂だのザル審査だのとマスコミ連中は大騒ぎしてたな。だが実は他の面もあった。どういうことですか？ローウェル事件ではさっきも出た大沼って当時の医薬局次長が逮捕されたが、この情報はもともとローウェル社自身が暴露したものなのさ。向こうの議会で追及された末のことだったが、それが元で日本国内でも事件が明るみになった。実際そこで情報が出ていなかったら国内の死亡事故は全部闇に葬られていたかもしれないとまで言われている。まさかそれじゃ。大沼茂は単なるスケープゴートで、実際には彼とつながりの深かった今村洋平、元外務大臣の勢力を弱めさせる目的があったそうだ。当時強い発言力を持ち、アジア寄りの外交を推進しようとしていたその外相の存在が、それと反対する西側諸国にとっては目障りだったってことだろう。そしてその西側寄りの外交を支持していたのが当時の防衛庁長官の奥野、さらに彼の盟友の千葉だった。そこまでやるのか、外交とはそこまで。だったらなぜ千葉がそのルートの掘り起こしを、自分の競争相手を葬った陰謀をどうして再び行おうとしているんですか？スケールの違いだよ。別に奴はどこぞの国の意思でなんか動いていない。おそらく知りもしないだろう。だから大沼が捕まって自分が助かった理由なんて、ただ運が良かった程度にしか思っていない。そしてもう一度始めたってことは決まっている。実際にやっていたのは大沼じゃない、その医薬局次長の名義を利用した千葉本人ってことさ。だから大沼が逮捕されて、そのほとぼりが冷めた頃になってまた始めようと思ったんだろう。それだけプラシル絡みの話は懐に入る金額が桁違いだったってことだ。バカな話だよ。
さすが警察庁の影の情報部と言われるだけある。美奈さんはそれを掴んでいたのかもな。え、いや、なんでもない。おう、で、このことはお姫さんには？荒川を使う。ただ千葉のことはまだだな。危険すぎる。ですね。ひょっとしたら連中の方から接触があるかもしれん。奴ら姫さんの動きが目障りに思えて仕方がないだろうからな。おとりにしますか？ふっ、バカ言うなよ。そんなことしてみろ。俺は美奈さんにたたり殺されるっての。ですね。無茶するなよ、姫さん。ここまで来ると敵はなりふり構わなくなってくるぞ。まあそんなわけだから、例の件はよろしく頼むぞ。上からのストップに逆らう真似までさせて申し訳ない限りだがな。何を今更ですよ。前野さんの秘蔵っ子なら、私にとっては音、いや、妹弟子みたいなものです。部長にもうまくねじ込んでみせますので、お気になさらず。そうか。恩に着る。使わずに済めば万々歳だが、この分だとそうも言ってられんからな。確かに。ああ、それと。なんだ？あとですね。この千葉の第二秘書が塚田って言うんですが、なかなか面白いことが分かりましたよ。ほう。なるほど。ローウェル事件の亡霊が今回蘇ったってわけね。それで前野さんはどう言ってましたか？厚生省の動きに探りを入れてるみたいです。あと公安はローウェル社と小倉の大学病院とのつながりに調査員を差し向けると。いよいよ本格化か。ああ、もう一つ、無茶はするなだそうです。信用ないな。さてと、おいおい、姫さん。何改まってるんだよ。そんなに気を使われると、かえって水臭い感じがするぜ。え？あんたが感じていた妙な引っかかりは、俺たちにもあった。ただ、姫さんの言う通り、俺たちが全体で乗り出せば、おそらく裏切り者が誰かを突き止めるには無駄な時間がかかっただろう。もっとも、その裏切り者をあんた自身が気づかずに抱え込んじまってたってのが笑える話だけどな。面目ないです。いやいや、それだけ今回の山が一筋縄ではいかないって証拠さ。俺たちも今まで以上に腰据えていかないとやばいだろう。
なあみんな。おーし、みんな頑張ってくれている。私もそれに応えないと。誰もいないの？まったく。もしもし。ミナイさんに外線からお電話です。まだ残っておられますか？はい。ミナイは私ですが、どちら様から？ああ、すみません。気づかなくて。塚田様だそうです。ご存知ですか？え？おつなぎしますか？それとも…あ、いえ、つないでください。もしもし。あ、見ないか。すまんすまん。どこにかけていいかわかんなくて、代表にかけちまったよ。塚田先輩。あ、いやいや、突然すまんな。電話番号をまどかちゃんから教えてもらったんだ。未来の勤め先って書き写し書だったんだな。ええ、まあ。どうしました？結構遅い時間ですけど、何かご用で？うん、前から誘っていたけどさ、今週どこかで食事でもしないか？食事？ああ、ちょっと話したいことがあってさ、どうかな？ああ、そうか。いいですね。ご一緒します。場所はどちらがいいですか？